こんばんは。前回の動画でさ、視聴者の親に年収マウント取るやつクソみたいな動画あげたんだけど、なんか台本でもできてんのかってレベルで、思いっきりあの後初音が視聴者の親に年収マウント取ってたわ。びっくりしたマジあれ。あとなんかコメント欄でボドカってコメントが多くて、どうやらなんか配信のゴースティングチーターに対してお前の親より稼いでるみたいなこと言ったんだよね。初めのツイートもさ、なんかその悪口みたいな感じのを言われて、それにイラついて年収マウント取っちゃったっていうのらしいんだけど、いやさ、イラつくのはわかるし、仕掛けてきたのは相手なのはそうなんだけどさ、君たちプロでしょ？それ仕事にしてるんじゃないの？アンチコメとかさ、無視するか、そのなんか取り上げるならネタにしろよ。何マジレスしてんの？超寒いよ。マジで。ましてや、なんかそいつ自身をボロカス言うなら、まだ全然わかるけど、何の関係もない親の悪口言っちゃダメでしょ。親何も悪くないでしょ。親バカにすんな。ぶち殺すぞマジで。親が死ね。魔物を生み出した親に責任あるから。で、こんなこと言ったら、人間なんだからそれぐらい怒って当然とか、悪口言ったのは相手とか、なんか訳のわからん理論持ち出してくる、頭の中ウジ虫で湧きまくってるクソキチガイキモータどもがいると思うんだけど、いやわかるけどさ、お前らファンならダメなとこはダメって言ってやれよ。あいつら YouTube しか知らねえから、そういう常識ねえんだよ。教えてやれ。ムカつくのはわかりますけど、関係ない人バカにしちゃダメだよ。お前らが言ってやらないで誰が言うんだよ。いやでもね、小学校の道徳の授業でね、習ってるはずなんだけどな、こういう当たり前は。なんかもしかしてまだ小学校の途中？なんか義務教育終えてない人の集まりなの、YouTuber って。いや、俺初めなんやかんや言って好きだったんだけどね。なんかさ、CR ストア行きましたみたいなさ、写真さ、前ツイートしてたじゃん。なんかへそ出ししてるやつ。あれで、オナに5回ぐらいしたんだけどな。なんかやばいかな。義務教育終えてない女の子でオナにするって。ちょっと気をつけます。ってことで、あのね、今回はね、悩める視聴者のために、マー君カウンセラーを開きます。マー君カウンセラーってのはね、日々ね、いろんなことに苦しんでて、私の苦しみ、僕の苦しみをバリスタさんの動画で、その悩みを紹介してもらって、いろんな人に理解してもらって、少しでも気が楽になってくれればいいなって思いで、善意で開きました。あ、紹介料金は8000円です。では、一つ目。ちょっと待ってな、どれだ？あった。友達が S12 にダイヤに行って、それを自慢してたんですよ。で、自分はテストも重なっていたので、APEX があまりできていなかったわけなんですよ。そしてテストが終わったら友達がこう言ってきたんですよ。ゴールド以下は人権ないよ。なので、頑張ってプラチナに行ったんですけど、プラチナ行ったらそいつはやっと人権獲得できたね。その後周りなどがめんどくさいからエペ自体やめたんですけどね。バリスタさんの動画毎日見てます。バリスタさんの素直な意見が聞きたいです。長えよ。死ね。これ詰まるところ、この人はその友達がムカつくんだよね。その友達が許せなくて、俺にその友達が悪いって言ってほしいんだよね。甘えてんじゃねえぞクソガキが。ぶち殺すぞ。あのな、自分じゃどうにもできないからって、自分より大きいもののなんか力を使ってどうこうしてもらおうとするのはな、とんでもなくダサいぞ。ムカつくのは超わかる。そいつが9悪いよ。でも残りの91はお前がキモい。なんでそこでエイペックスやめんの？やめんのはさ、その友達との関係だろ。俺が動画でそいつはクソだって言って、コメント欄でもなんかそうだそうだそいつはクソだって叩いてもらいたいのかなんか知らんけど、お前それで満足できんの？結局お前の方が雑魚なのに。俺もダイヤに行ってやるとか、マスターまで行って逆に見返してやるって思わねえの？
お前そんなんだからそいつにもバカにされんだよ。だいたいさ、お前環境のせいにしすぎでしょ。テストだろうが仕事だろうがどんだけ忙しくてもダイヤに行くやつは行くし、弱いやつはどんだけ時間あってもダイヤに行けねえよ。いやね、あのこの子、このなんかこの DM くれた子、いつも俺の動画見てくれてるらしいんだけど、俺はね、俺はこういういつも見てくれてるからこそちゃんとそのここで叱らないといけないとは思うよ。こういうさコメントってさ、そいつクズだな、お前は何にも悪くない頑張ったなって言ってあげるのが正しいと思うし、まあ誰でもそうすると思う。俺みたいにボロクソ言ったらさ、俺のこと嫌いになっちゃってこれから俺の動画見てくんなくなっちゃうかもっていうリスク考えたら、別にこんなやつどうなってもいいから、もう別にとりあえずこいつのかばっとくかって思うよね。けどさ、それってさ、優しさじゃないよねって思いますね。僕はね、はっきり言ってね、こんなやつどうなろうと、僕の知ったこっちゃないし、勝手にしてろって思うけど、俺はいつも見てくれたり、コメントしてくれるみんなが好きだから、もちろん、こいつも含めてね。だから、俺は本音で、こういうクソガキを必要以上にボコボコにして萎えさせるってのがね、もう楽しくてね、やめられないんですよ。ざまあみろ。まあ、よく言いますよね。その、ダイヤマスターに行けないやつに人権ないとか、なんか人権をないとか言ってくるやつ。僕ね、これね、ずっと思ってたことがあって、そんなこと言って大丈夫？って思うんですよ。何がっていうと、人権っていうのは人が人らしく生きる権利のことなんですよね。それがないってことは人が人らしく生きる必要がないってことですよね。つまりよ、人ぶっ殺してもいいよってことですよね。殺しちゃえそいつってのは冗談でね。万が一ね、俺の視聴者ね、クソバカで俺の言うこと何でも信じるね、ゴミガキばっかなんでね。万が一ね、本当にね、それで人を殺しなんてしたらね、バリスタの視聴者は、まして人を殺すぞとか、バリスタの視聴者は人を殺しとかね、お手についちゃうんでね、そんなこと言われてもね、なんか困るし、本当にね、誰も関わってくれなくなるとね、思うんで、いやまあね、でもね、でもそう考えたらさ、ヒカキンってさ、1000万人ぐらい登録者いるよな。絶対その中に人殺してるやつが1人ぐらいいるだろ。大丈夫これ。ヒカキンの視聴者の中に殺人鬼いるぞ。ちょっと待って、これ俺が初めて気づいたんじゃねえか。やべえ、大ニュースだ。今すぐ YouTube に動画アップロ。Seeking music, wow, seeking music, wow, seeking music, wow, seeking music.